吉野川北岸のグラウンドで汗を流す四国大学女子ラグビー部。今回日本代表に選出されたのが中村沙耶選手です。県内の女子選手が代表入りするのは史上初の快挙。女子日本代表は先月カザフスタンで開かれたアジア予選で見事優勝。中村選手も途中出場ながらチームに貢献しました。まあ、正直まさか自分がっていう気持ちの方が大きいし、代表なのでそこについていけるかっていう不安の方が大きかったです。代表の合宿に参加してみて課題やと思ってた部分もたくさんあったんですけど、そこで認めてもらえる部分も多くて、すごい自信につながった部分は多くありました。普段は管理栄養士を目指しながら練習に励む中村選手。そんな彼女に監督も期待しています。もともとやっぱり体も大きくて、やっぱりすごいポテンシャルのある子やったんですけど、まあ、やっぱりどうしても体重が軽くて線が細いっていうのがありましたんで、まあ、ようやく4年生ぐらいになって体重もこう増え出して自分のプレーに自信を持てるようになって、まあ、これからの有望な選手なんですね。まあ、本当にこう代表に定着するような選手になってほしいですね。アジア予選を突破した日本代表は秋に開催される世界大会へ出場。中村選手も再び招集されるようトレーニングに熱が入ります。今後の目標は代表合宿に定着して選ばれることと、その自分の課題に向き合って日々成長して、いずれは代表でスタートから出れるような選手になれたらなって思ってます。